栗田嵐学記念館、栗田美術館は、栃木県足利市駒場町にある伊万里焼、き鍋島焼きの時期を専門とする美術館、栃木県の登録博物館、足利三名所の一つ。本館建物は、第18回、b c s 賞を受賞。運営は、一般財団法人、栗田美術館。陶磁器専門の美術館は、全国各地にあるが、 栗田美術館は、伊万里焼き及び鍋島焼きの時期のみ1万点余りを収蔵する。創立者である栗田秀夫の意思で収集対象をこの2分野に絞っているが、世界的に見ても有数の当時コレクションである。近世初期、朝鮮半島や中国の当時の影響を受けて創始された有田の時期は、伊万里の港から積み出されたことから、伊万里焼きの名で知られた。 日本国内だけでなく、ヨーロッパの王侯貴族にも愛好された、色絵時期、染め付けなど、様々な機種や技法の名品がある。一方、同じ非全国に生まれた、鍋島焼きは、鍋島藩の御用用として、藩主の使用品や他藩への献上用などの、国上品のみを焼いた釜で、製品の大部分は絵皿であり、そのバラエティに富んだデザインと、完璧な絵付けに特色がある。 クリタはこれら非前の時期を世界陶芸史上最高の芸術品であると絶賛し、事業の傍ら1996年に没するまでの約半世紀間、驚異的なまでの情熱を傾けて、これらの時期を収集し、また自ら研究した。美術館は初め東京都中央区日本橋の自宅を改築して1968年10月に開館し、 1974年4月より一般公開が行われた後、1975年11月に足利本館が開館している。1993年には足利市本城にある栗田の指定も財団法人栗田美術館に寄贈され、栗田秀夫記念館となっていたが、2005年12月29日、収蔵品は栗田美術館に移転され、 栗田秀夫記念館は閉館した。足利学校で知られる足利市の郊外にある美術館は3万坪と言われる広大な敷地に大小30余りの施設が建つ。本館のほか大手門、世界当時館、歴史館、資料館、オランダ館、栗田山荘、当時会館、無名投稿記念制度、栗田嵐学記念館、当時研究所などである。 広大な庭園や展示室の設計、時期の飾り付けまで、すべて、栗田本人が手掛けたという。なお、栗田嵐学記念館は、栗田秀夫の実定で、生前には一点の作品も公表しなかった、孤高の芸術家である嵐学の絵画などを展示している。フレディ・マーキュリーが1986年9月、お忍び来日時に参観した。 フレディの人生を描いた映画ボヘミアン・ラプソディ公開を機に若い参観者が増えている。ありがとうございます。